お父さんが怒ってやめなさいと、うん、じゃあもう長男でもない次男でもない、うん、三男にしようと、うん、ね、うん、でそれでとうとうその軍が、うん、じゃあ三男でいいと、うん、で別れたと、うん、で三男がポッと浮かび上がってきたと、うん、ね、うん、という構図じゃないかと。要するに、うん、あの儒教っていうのはね、あの確かに長男だけどね、あの今徳川家康なんかでも今映画でもなってますけどね、やっぱり基本的にね、もう3代目4代目になってくるとね、うん、もうバカでもいいんですよ、はっきり言って。なるほど。バカでもいいよ、あと側近がしっかりしてればいいんだから、うんうんうん、だから象徴的な存在としていればいい。そう、逆に周りがしっかりしてれば、うん、上はバカでもいいわけですよ、うん、だそういうような形になってくからね、うん、そうなってくると、そのもう戦軍政治がもう終わったと、うん、北朝鮮で。そしてこれからまたもう一回党の時代、うん、労働党の時代に帰っていくと、と今後労働党とそれから戦軍政治でいっぱい利権をもらった軍との間でこう内紛が起きるんじゃないかと、権力闘争が起きるんじゃないかと。で三男は両方とも止めることはできないというのがね、これちょっと私少数意見になってます、はっきり言って。だけども私はね、いや別に少数意見ではないと。どこが違うのか正直よく今僕分からなかったですけど、だから別に少数意見じゃない。そのような感じですかね。だからこれからね、労働党とね、うん、要するに、チャン・ソンテクトとね、それからあと、軍のね、うん、軍でもの古株ね、うん、今、党にごまをすり出したね、うん、その参謀長なんかいるんですけども、そういうね、新しいね、ここ5年ぐらいの間に、三男を後継者にするために軍の中から選ばれて出世してきた連中ではなくて、もっと年齢的に70代ぐらいの人たちを中心とした将軍クラスね、がなんか反抗してくるようなね、クーデターを起こすのか、もしくは韓国になんか挑発するんじゃないかとかね、なんか自分たちの実力を見せるためにというような気がして、でそれを三男には抑える力がないと、という気がします。当然そうなるとあれですね、一般市民の人たちはどういうふうに見てるんでしょうかね。まあ多分そういうカリスマ的な物語を作る途上で、うん、まあ、今回の時代が起きてしまったということですから、うん、ほとんどというのは言い過ぎかもしれないけれども、うん、キム・ジョンル総書記が完全に権力握るまでの過程に比べると、うん、明らかに人の心の中に入っていく度合いは少ないでしょうね、うんうん、それはやっぱり年数に比例しますから基本的には、はいはい、そうなると当然その、まあ権力構造の中でもですね、まあ、多分多大な混乱が予想され、うん、でまあ、一般市民も、まあ、あまり心の中に入ってこない。そうするとただでさえその厳しいその、まあ、様々な経済情勢というかですね、生産活動みたいなものも、うん、まあ、今よりも一層厳しい、まあ、停滞するということで、だから僕たち日本国民が一番僕は胸に刻むべきだと思うのは、うん、戦災一遇の後期ですが、うん、それを半年とか1年の、うん、短い時間で考えてほしくないんですよ、うんうん、3年や5年かけるそのじっくりした構えで、うん、その代わり拉致被害者を最後の一人まで確実に取り返す、うん、なるほど。今本当は何人誘拐されたかもつかめてない現状なんですから、うんうんうん、半年1年の間にやっぱりなかなか動かないじゃないかといって、うん、チャンスを見切ってしまうことがないように、うん、辛抱強くやるべきです、うん、そういうチャンスなんです。なるほどね、はい、ちょっと先走ってしまいましたけども、次のコーナーがこれだったんですけれども、まあどうせ全部重なり合うから、じゃんって言いますね、はい、日本への影響はということですね、うん、当然上浦さん今お話にあったようにですね、その北朝鮮の軍のですね動きっていうのが、うん、まあ、おそらくその、まあ、北朝鮮が今後どうなるかということのですね一つの大きな鍵になるとも思いますし、はい、当然日本にとってもですね、うん、北朝鮮の軍の動きっていうのは非常にその注目している段階だと思うんですけれども、はい、実際その、まあ、日本政府というかですね、あるいはまあ自衛隊と言っていいのか分かりませんけれども、がその北朝鮮のですね軍の動きについてどのような形で情報収集をしているんでしょうか。もうですね、北朝鮮情報に関して言えばですね、その日本だけとか韓国だけとかアメリカだけとかっていうのはですねもう考えられないです、うん、もう三者一体です、うん、もう一体で動いてると。でほとんどですね、そのこういう手のひらの上でですね北朝鮮が乗ってるという状態で日本と韓国とアメリカは北朝鮮の内情を見ることができるんです、うん、でそれは具体的にどう見てるかというと、例えば宇宙から偵察衛星で覗くこともできるし、それからですね飛行機の高い高度、例えば2万5000メートルぐらいの
もう普通の旅客機が飛べないような高い高度で U2 っていうですね U2 型偵察機っていうのをですね飛ばして、で地上の写真を撮ることもできますし、それから例えば友人あの人が乗ってる飛行機なんですけども、その飛行した距離だけですね、実際アンテナパラボラアンテナを広げたぐらいの、例えば10キロ飛行したらですね、その直径10キロのパラボラアンテナで地上を見るっていうですね、見たと同じぐらいの、精度が得られるですね、速報開口レーダーってね、コンピューターで合成するんですけども、例えば東京400キロですから、東京上空を飛行しながらですね、名古屋にの方でですね、例えばある橋の上を走ってる車の車種が分かる、車種って言ってもトヨタとか日産とかじゃなくて、トラックなのかバスなのか、それから、軽トラなのかね、それが分かるぐらいのレーダーをで今飛行してるんですよね、それはもちろん北朝鮮の上空に入らなくても日本海上空とかですね、そういうところを飛行しながら内陸部が見えるんですね。それからあと電波情報、はい、例えば三保の基地に行けばですね、鳥取県の三保基地ですね、自衛隊の基地があるんですけども、そういうと象乗りって言ってですね、もう野球場ぐらいの広さのところにアンテナが円形にですねいっぱい立ってるんですね、はい、これは北朝鮮の電波情報取ってるんですよ、はい、でそこでもし通信回線無線更新がですねバーッと増えればですね、これはもう軍隊が動いてると、あで逆に無線更新がパッと少なくなると、これは逆に無線封鎖っていってですね、軍隊が動く兆候なんですよ、それもやってますし、それで防止してますし、電波を出せばですね、それが暗号であっても解読できますし、それからあと、どこから発信してるかも分かります、で、日本まで届かないような微弱電波、ちっちゃな微弱電波は例えば日本の潜水艦が潜っていって、北朝鮮の近海からアンテナだけ出して防止してます。それから岩国基地からですね、海上自衛隊の EP3 っていう電波収集の、飛行機があるんですけども、これが飛んでってですね、日本海 の公海上、公の海の上空を飛行しながら北朝鮮の電波を取ってると、そういうこともやってますんでね、ですからもう見ることもきれいに見えるし、それから動きも、それから通信も全部取れますからね。例えばそういうことからすると、北朝鮮の軍隊で不穏な動きがあるかないかっていうのはもう瞬時に分かります。なるほど。でも本当に戦争するんだったらもう1ヶ月前から分かります。まあ、ほとんどじゃもう丸裸になってます。丸裸になってます。もう北朝鮮の中はね。だから今日発表で日本の警察とか、あるいはその日本の防衛省なんかがアメリカ軍とそれをちょ同時に情報連絡してますから、共有してますから。だからそれで北朝鮮に特別な動きは見られないと、軍にね、というふうに発表しましたけども、それはもう間違いないです。じゃあ今のところ、まあ、今日、まあ、この今現在は動きがないということなんですか、はい、その一方で何ていうかな、この正午のですね、その、まあ、この放送があって以降ですね、その、まあ、アメリカもですね、その、まあ、韓国もですね、まあ、そういう軍事的にはですね、非常にその緊張を高めてるっていう情報っていうか、まあ、報道が、結構入っていや、ですね、非常警戒態勢を取ってると、はい、そういうことです、うん、はい、これはね通常です。通常なんです、うん、もう実はね自衛隊も取ってます。自衛隊もそのいつですね、そういう北朝鮮で、まあ、攻めてくるとかそういうんじゃなくて、例えば難民が出てくるとかね、それから日本海に、武装した難民が逃げてくるとかね、そういうことも考えてですね、いつでも連絡取れるように、まあ、極端なこと言えば北朝鮮がぶっ潰れても、すぐ食料と医薬品を北朝鮮に運べるように、もちろん日本が独自で行った場合にはこれ大変な問題になりますから、韓国兵とか、ね、そういうことで、まあ、支援するように、そういう、計画はもう持ってます、なるほどね。青山さん、その、まあ、ちょっと先ほどね、はい、もう人当たりちょっとお話を聞いてしまったんですけども、やっぱりその一番の、やっぱりその我々にとって その北朝鮮に対する関心事っていうのは、やっぱり拉致問題がですね、はい、まあ、今後どういう形でですね、まあ、展開し、まあ、動いていくかということで、まあ、先ほどから、まあ、これは千載一遇のチャンスだということもおっしゃいましたけども、はい、一つにやっぱりその首謀者であるまあ、キム・ジョンイルさんがまあ亡くなったということで、はい、まあ、その部分がですね、その何て言うかな、明らかになっても、責任をまあ問うべき相手がいなくなったということはやっぱ大きいというふうに考えます。非常に大きいと思われますよね、今山口さんおっしゃった通り、キム・ジョンイル総書記っていうのは拉致事件の真犯人ですから、はい、真犯人だからこそ2002年9月17日の小泉さんとの会談で、午後になって初めて拉致したと認めた時にですね、
朝鮮労働党の中で横領事件を起こした男を、うん、その拉致事件の首謀者としてでっち上げて、うん、もう処分したという意味のことも言ったわけですけれども、うん、自分が真犯人だからそう言わざるを得なかったわけですよね。なるほど、うん、で それと比べると金正恩さんというのは、まあ、年齢確定できないけど28区と思われますから、はい、拉致事件が一番激しかった頃はまだ生まれてなかったり、うん、あるいはその後も小さい子供だったりするわけですから、うん、まあ、直接は関与してないということですね。そうです。でさらに拉致事件というのは基本的に工作機関がやったもので、うん、直接軍部が関与した例というのは少なくとも多くはないと考えられますから、うんうんうん、今後の、まあ、当面北朝鮮の体制を引っ張っていくその、うん、金正恩さんであれ軍であれ、うんうん、拉致に対しては発言しやすくなる動きやすくなるのは事実なんですよ、うんうん、で同時に彼らから見たら拉致問題はやり方さえ変われば金づるになると踏んでますからね、うんうん、金づるっていうことですか。そうです、はい、それ具体的にどういうことですか。要するに拉致被害者を、うん、特にシンボリックな存在である横田めぐみさんも含めて返すことができれば、うん、日本から援助多額の援助、うん、それも援助という名前じゃなくて彼らは賠償と呼んだりするわけです、うん、不当にも、うん、しかしそういうことを考えられるっていうのはもう核とミサイルを別にしたら拉致しかないってことになります、うんうん、で核とミサイルはやり方を間違えれば今アメリカはとてもじゃないけど軍事行動を起こせる局面じゃないけれども、うんうん、でもやり方を間違えればアメリカはいざとなったらやっぱり刀抜きますからね、うんうん、それを考えると拉致問題を利用しようとすることはあり得るんですよ、うんうん、でその時に私たちは最後の一人まで生きて取り返すことが絶対の課題ですから、うんうん、そうですね、日本もしたたかな交渉を、うん、しなきゃいけない場面が来るかもしれません、うん、でその時に備えて私たち主権者がまず十分に考えておくことが大事だと思うんですよ、うん、北朝鮮がね、すいません、ごめんなさい、あと1点だけね、うん、さっき言いました通り半年や1年のショートタームのチャンスだと思わないでいただきたい、うん、3年から5年ってことは、うん、総理大臣でいうと野田さんだけで終わるはずはないんですよ、うんうん、なるほど、だから主権者がどう思ってるかが一番大事です、うん、はい、すみません今の話は1点だけ、ごめんなさいカメラさん、いいどうぞ、すみません今の話は1点だけなんですけれども、うん、確かにその真犯人のね、その、まあ、ジョンイルさんが、まあ、今回亡くなったということ で、はい、でもそうするとですね、その息子のねジョンウンさんが、まあ、そういう意味で言うと先ほど上浦さんがおっしゃった儒教の国でですね、まあ、父親の犯罪を、まあ、ある種糾弾というかですね追及する局面が、まあ、いやそれはないでしょ、 そうじゃなくて、うん、その犯罪とは認めない、うん、それから拉致事件の真相解明も認めない、うんうん、日本はもちろんその刑事責任の追及も課題として挙げてきたわけですけど、はい、そういうものは全部チャラにしてしまって、うんうん、とにかく被害者は返しますということしかないですよ、うん、その例えば国際法にのっとった解決とかそういうのは正直望めないです、うんうん、とにかく北朝鮮のあの体制が続く限りは、うんうん、民主主義国になるっていう今話したら言葉が宙に浮いてしまうような、うんうん、そんなことが起きない限りは、うんうん、その真相解明っていうのはないんですよ。だから日本は真相解明と拉致被害者の奪還と2つあったわけですけど、こちら側は諦めなきゃいけない場面もありますが、それを主権者としてどう考えますかということを、うんうんうん、皆さんに考えていただきたいってことなんです。わかりました、はい、すいません亀田さん、いやいや私ね、小泉さんが平壌に行って、うん、まあ、直接金正恩と話し合いましたね、拉致問題で、うん、で、まあ、認めましたけども、うん、あの時の北朝鮮がなぜ認めたかというのはやっぱお金なんですよ、うんうん、ね、要するに日本の外務省が、ね、うん、会ってくれたらね、うん、国交を回復して、うん、その時には1兆円ぐらいの金を渡しましょうと、うん、でそれで、うん、その1兆円っていうお金にね、釣られて金正恩が会って、うん、拉致を認めたわけですよ、うん、そうしたら日本でそんなね日本人を勝手にさらっていくような国ね、うん、なんだって言ってみんな怒ったんですよ、うん、日本人が、うん、でそれで結局その問題話がチャラになったんです、うんうん、ですから今後ですね、例えば北朝鮮がその拉致問題に関わってくるっていうことになると当然そのお金なんですよ、うん、それで少しでも日本との国交改善っていうかね、うん、してそれで日本から賠償金ね、今おっしゃった賠償金みたいなものでなんか手に入れられないかと、はい、だけど今度そうなってくるとですね、北朝鮮の側から見ると、うん、なんかこうお金欲しさのために日本にペコ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 してんじゃないかと、うん、今度のお頭はね、うん、
その20代の 若造だけどね、どうも日本に対して腰が弱いと、頭ペコ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 してると、ちょっとこれダメじゃねえかというようなところってね、難癖つけられて怖いから、逆に拉致問題に